はい、おはようございます。今日は2024年8月24日、土曜日になるのかな、になります。昨日の夜からね、宿泊したのは、アウトリガーコナリゾートというホテルです。これ見ていただけば分かりますけど、かなり素敵な、リゾートホテルと、いうことになってます。で、昨日のね、ビデオ後半の部分から手ブレ補正がなぜか、オフ、まあ、厳密に言うと、後付け手ブレ補正を私してるんで、ジャイロ補正が入ってないっていうことが気づいて、昨日の動画の後半はね、手ブレブレブレな、状態でお届けしてしまったということになります。なんで手ブレ補正がねなくなったのかがちょっと理解できてないんですけど、まあ気づいてよかったというところで、今日はこの動画からブレはなしの状態でお届けできればいいかなと、まあ、いうふうに思ってます。で、目の前ですね、もうかなり綺麗な、風景が、広がってます。今日はね、これからヒロの方ですね、今コナっていうところにいるんですけど、ヒロというところに向かって朝食を食べつつですね、一日観光できればいいかなというふうに思います。そして、今日の夜12時からかな、夜中から朝方にかけて星空を、見に行くツアーといったところを、予約しているので、その風景も、動画が1本なのか2本なのかちょっと分かんないですけど、お届けできればいいかなというふうに思ってます。そして手ブレ補正なんですけど、実は今日の朝、このホテルを一周してきてね、いろいろ、解説というか話をしたんですけど、そこも手ブレブレブレであったんで、まあ、もうそこは全部お蔵入りということで撮り直しから始めてます。で、広からね戻ってきたら、このホテルの中をもう一回歩こうかなと思っているので、そこでホテルの風景ね、お話しできればいいかなというふうに思います。朝飯はここにしたいと思います。結構地元の人がたくさん利用する感じなのかな。あ、店内も開いてますね。しばらくね、コナから1時間ぐらい、車を走らせて、今マウナケア州立公園というところに来ました。まあ、トイレ休憩なだけなんですけどね、やっぱビッグアイランドっていうだけあって、かなり、反対側の広まで行くにも時間がかかるといったところですかね。で、ちょっとね、多分これがマウナケアなのかなだと思うんですけど、今日今晩ね、星空を見に上がっていくと、登っていくということになります。で、4000メーターぐらい、標高があるんで、高山病とかね、ならないように、まあツアーでゆっくり上がっていってくれるというふうに、まあ聞いてます。こちらね、まあまあちょっとこっちが火山の方ですかね、多分になると思いますね。はい、2時間ぐらいねドライブして、コナから広川までやってきました。まあ、実際にここ、広からすごく離れた場所なんですけどね、少し風景がいいということなんでやってきました。この後ね、お昼を食べに、ちょっとローカルフードができればね食べたいんで行ければいいかなと思うんですけど、まあ、さっきちょっと来る間ずっとでもないですけど、まあ、天気も悪くて雨も降ってたんでね、すごくもわっとした感じにはなってます。公園にココナッツが落ちてて、もうかなり硬いですね。硬いし重いしです。で、ヤシの木が、これ全部ヤシの木なんですけど、たくさんココナッツがあって、これが頭の上に当たってきたら即死亡という感じですね。これ岩が落ちてきたのとほぼ同じ感じかなと。
ヒロのね、ダウンタウンだと思うんですけどにやってきて、これからポケでも食おうかなというふうには思います。ファーマーズマーケットとかね、なんかたくさんやってるんで、なんか美味しいもんが食べられるんじゃないかなということでやってきました。とりあえずね、まあこういうとこ来たらせっかくなんでローカルフードは食っとかなきゃなということで、どんなものなのか楽しみです。ポケの頼み方はまず最初にご飯ですね、ブラウンかホワイトか寿司ライスを選ぶ形になります。でその後、1チョイス、2チョイス、3、4という形で、選べる種類も変わりつつ大きさも変わるという感じですね。でその中からあとはサイドディッシュを2つ頼めるという形になります。はい、ポケボールですね、2チョイスでメインを2つとサイド2つ、キムチと枝豆を選びました。であっという間に完食で、とても美味しかったですね。私日本を出てかなり日数が経っている中で、まあ、日本料理では決してないですけど、日本風なね、日本人でもとても口の合う食べ物だったんですごく美味しかったです。ファーマーズマーケットにやってきました。ちょっとバナナでも買ってみようかなと、まあ、いうふうに思います。どうせ食べるしね、買ってみようかな。 How much is it? $2? $2?$5? Thank you. これ一房で$5ということなんで買っちゃいました。決して冷静に考えると安くないですよね。まあでも美味しいかもしれないんでちょっと食べてみたいと思います。買ってきたバナナ食べたいと思います。いや、うまいよこれ。普通に美味しい。みんなバナナ食べてる。この木何の木に出てきそうな大木ですね。ちょっと画面でサイズが伝えきられるかどうかわかんないですけど、少しね、ヒロのダウンタウンを見ていきたいかなと思いますけど、特に買いたいものはないのでウィンドウショッピングかな。ウクレレか。で今ヒロの裏通りに、同僚が買い物してるんで少し待ってるんですけど、ハワイ島というか少なくともヒロに関して言うと、もう日本人はほぼ皆無な状態ですよね。日本語聞いてないかなっていう気がします。ホノルル行くとね、もう日本語が通じるお店があったりとか、日本人ももちろん多いんでねっていうことなんでしょうけど、ここハワイ島ヒロに関して言うと、私が見る限り日本人はいないし、日本語が書いてるってこともないという感じですね。カメハメハ大王の像です。はい、今朝6時前ですね。マウナケア山頂へやってきました。いやー、もう 4000m 級の山となってものすごく寒いは寒いんですけど、ものすごくいい景色ですね。もう少しすると
目の前から日の出が見えるはずということになるので、まあ、ちょっとそれまで待つことにします。でそして各国の天文台ですねがありますね、日本のスバル天文台も今ちょっと隠れちゃって見えないですけど、この先にあるということです。いやーすごいな。で、マウナケアの山頂っていうのは、今目の前に見えているこんもりとした山が一番高いところというところになるんですけども、まあ神聖な場所ということもあって、まあ、ここは、我々は入ることはできず、地元の人だけが、入ることができる山ということのようです。それと、目の前に見えるちょっとなだらかに見える山ですね。これもかなりの高い山なんですけど、これはマウナロアという山のようです。で、日の出と反対方向は光がこう照らされて、複数の色で、照らされているように見えますね。あ、お日様が後ろから見えてきたんですけど、ちょっと待ってくださいね。四角い天文台がスバルということですね。あ、日が出てきた。おお、美しい。かなり綺麗に撮れてますね。よいしょ。The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. いやー、こう360度パノラマで雲海と、いう、まあ、日本ではなかなかね、車で来て味わうことのできないそんな風景ですね。で、まあ、4000メーター級の山ということもあってかなり、クラクラしますね。酸素が薄いというのがもう明らかにわかる、感じです。でこの後ちょっとねトイレに行きたくなってきたので、この先2つトイレがあるので、ちょっと4つだあるので行ってみようかなと思います。でツアーのガイドの人には、ここのトイレはおすすめしないよというふうに言われてるんですけど、おすすめしないと言われたらちょっと逆に行ってみたくなるんで行ってみようかなというふうには思います。トイレ今行ってきたんですけど、全然平気ですね。まあ男性であれば、まあ、全然耐えられるそんなトイレでしたね。私アメリカの、国立公園は毎年行ってるんですけど、まあどこも似たような感じで、何か物を落とすと、二度と戻ってこないザ・ポットンな、トイレがほとんどなんで、今日は全然、まあいろんなものが、真下に見えるんですけどね、まあそれはどんまいどんまいと、いうことで、クラクラするな。トイレは全然問題ないですということのようです。でなんか週に1回汲み取りに来ているようなので、タイミングによってはスカスカということもあるし、苦しい。タイミングによっては、満タンということもあるのかもしれないです。こうやってもう歩いてるだけで、少し辛いですね。まあ、平気なレベル感で言うとちょっと、吐き気をする感じもしますけど、まあ、本当に戻しそうという感覚じゃなくて、ちょっとうっとくるものがあるそんな風景ですね。いや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 、やばいわこれは。意識がね、飛んだのよ、あれが息だったらもう耐えられてない。はい、マウナケアから、帰ってきて10時半ぐらいかな。
で、少しねシャワー浴びたり休憩をして12時過ぎに、11時半かにホテルを出て、ちょっとねせっかくハワイ島コナに来たので、コナコーヒーを買いたいということで、コーヒーファームに行って、ちょっとそこは撮影しなかったんですけど、それが終わって、じゃあこれから、キラウェアに向かうんですけど、まあ、とはいってもねもう12時42分なんで結構いい時間なんですけど、その前にこのコナのダウンタウンでお昼を食べてから行こうということになりました。でね、今日夜は、キラウェアの公園内のレストランを予約してあるんでね、あまり、たくさんは食べない方がいいんじゃないかということで、なんかアサイーかなんかをね、食べようという話で今、そのお店に向かっているという感じです。まあ、とりあえず個人的にはあまり腹減ってないんでね、ちょっとどういうの頼もうか、まあ、せっかく来たんで食べるんですけど、なかなかねこのアメリカの料理っていうのは、レストランっていうのはもう全部が巨大サイズなんで、なかなか注意しながらね、食べなきゃあかんかなと、まあ、いう気がしてますけど、まあ、ちょっとね楽しみかなというふうにも思ってます。今のところの候補はこのジャーニーカフェというところで軽く食べようかなというところですね。すごくおしゃれないいお店です。結局意識低いんでタイ料理へと化けちゃいました。パッタイ？いや。タオル。ちょっとアサイーを食べるつもりだったんですけど、ちょっと予定変更でタイ料理屋さんがあったんで、しかも軽く食べるはずががっつりガパオ、パッタイ、そしてグリカレー食べてしまいました。でもまあ美味しかったね。あのタイ料理で外れに当たることってそうそうないんで、想像の範囲内の美味しさというか、まあ美味しかったんですけど、良かったかなと。でただこの後ね6時から、今1時半なんで6時からレストラン予約してるんで、しかも、キラウェアですね。で仲間内でもキラウェア行くの諦めるかみたいな話もちょっと面倒くさくなってきてあるんですけど、まあせっかく来たんでね行くかということで、これから向かおうかなとは思います。まあとはいえね、もうねもうどこ行くにも同じ道を通ってるんで、ちょっとドライブにも飽きてきた感じもあるんだけど、まあそれでもねもう二度と来ない、キラウェアかもしれないんで、行っとこうと思います。キラウェア火山の、ナショナルパーク国立公園入り口近くに、やってきました。でこれからね少しだけ車で行けば、綺麗な風景が見えると今この夫婦が言ってました。キラウェアビジターセンターに到着です。ちょっとねここで少し買い物をして、それから観光に行きたいかなと思います。ビジターセンターの中にはね、この公園内の説明だとか、あとは売店があってね、こうやって、T シャツとか売ってる感じですね。で私は毎回、国立公園来ると、寝巻き用の T シャツをこれ寝巻き用の T シャツといっても、5000円ぐらいするんですけどね、これを買っているということになります。で私も今これを買ったというところですね。この後観光を開始したいかなというふうに思います。とりあえずね、最初のビュースポットに到着しました。おおすごい、これ見えてるかな、陥没したのが見えますね。まあレンジャーの同僚がレンジャーの方に聞いたら、このスポットは、今にとってはもう見どころではちょっとなくなったよということで、ベストスポットでは
内容なんですけど、まずはね、二度と来ない場所かもしれないんで、行ける場所は全部行っておこうかなと、いうことで、まず一番最初にやってきました。わあ、なんかすごい、なんかちょっとしたグランドキャニオンのような、そんな風景が見えますが、これは、火山活動により、陥没しているということらしいので、ちょっとそれね、少し、画面に収められたらいいかなというふうに思います。目の前に、煙が立っているように見えますけど、まあ、あれがおそらく火口なんじゃないかなというふうに思います、あの火口がから噴火してこの辺が陥没してっていうことなんじゃないかなと少し想像してます。でマウナロアですね、ハワイ島にはマウナケアとマウナロア、2つの山があって、今日の朝ね登ったマウナケアではない方のマウナロアが目の前に見ることができます。で、ドローン飛ばしてる人がいるんですけど、国立公園内はドローン禁止、しかも、アメリカ軍の施設がすぐそばにあるポイントなので確実に捕まる系ですね、これは。はい、2個目のポイントです。で、キラウエア火山、もう勝手にハワイで火山って言ったらまあ暑いんだろうな、暖かいんだろうなって思ってたんですけど、16時半で今、まあ、予報上は22度、体感上もそれぐらいと、いう感じですね。なんで、ハワイ島って本当に、まあ、下の方に行けば常夏であるのは間違いないんですけど、温度気温がコロコロ、変わるそんな、島なので、必ず上着ね、持ってきて重ね着で対応できるように、するのがいいんじゃないかなというふうには思ってます。ハワイ島はねほとんど日本人いないって話しましたけど、気づいたらここ全部日本人のツアーご一行様ということで、日本人はたくさんハワイ島に来てますね。ここが先ほどレンジャーから聞いた一番のおすすめスポットということで、確かに陥没している姿が一番綺麗に見えるのかもしれないですね。ものすごく黒くなっている部分が全部陥没したエリアということです。スチームが吹き上げているエリアですね。うわっ、暑い。で、どこの場所も謎のコインをいっぱい投げ入れていると、謎の風景ですね。ここもスチームが吹き上げてますけど、同様にコインがたくさん投げ込まれてます。これ間違いなくピックアップできないと思うんで、これ投げれたらそのままもうゴミと、そのまま放置みたいな感じになっちゃうんじゃないかな。はい、でビューポイントはたくさんあって、ただそれは火口を見る角度をいろんな角度から見るっていう、まあ、そんな感じなんで、まあ、スキップするとかスキップしてね、観光していくっていうのじゃないかなというふうには思います。でそれほど、複数のスポットがあって別の見どころがあるというわけではどうもなさそうなのかな。まあ時間もあればね、もうちょっと広いエリアを、国立公園外も含めてね、散策することはできるんでしょうけど、まずはね一つの火口を、まあ、いろんな方向から見るというそんな流れなのかなというふうに思ってます。やはりここにもノードローンというふうに書かれてますね。国立公園内は基本的にはドローンは禁止ということです。いきなりシダ系植物がたくさん生えているスポットに到着です。で、なんか溶岩のトンネルみたいなのがくぐれるという場所があるようなんで、そこへねちょっと向かおうかなと思います。よいしょ。なかなかねこう
ジュラシックワールドのようないい素敵な雰囲気が漂ってますね。が見えましたね。おわすごいすごい。なんだ。よいしょ。よいしょ。なんかすごいね。1、2分ね洞窟の中を降るとこうやってまた上に上がる階段があるという感じですね。はい、今。5時35分、6時からレストラン予約してるんですけど、最後のビュースポット少しね歩くんですけど、そこを見て、今日はこの、キラウエア火山の観光は終わりになるかなという気はしてます。でレストランは、その噴火口がよく見える、レストランを、同僚がね予約してくれたんでそこで、いい席であれば、噴火口を見ながら食事ができるということですね。でお昼、タイ料理食べた、ばかりというか結構食べちゃったんでねお腹いっぱいなんですけど、せっかく来たんでね美味しいもの食べたいかなと、まあ、いうふうには思ってます。で、まあ、今回の旅ねこれで終わりです。明日はまた1日かけて、朝コナ空港から、ホノルル空港そして、成田空港へというふうに、移動していく形になるんでねこれまた疲れるんですけど、それで、旅は終わりということですね。でまた明日少し話はするんですけど、人生初の A380 ですねオール2階建て、飛行機に乗れるので、それもまた楽しみにしてますし楽しみにしていただければなというふうには思ってます。で、A380 はね、今のところもう、チェックイン24時間前切ってるんで見てみると、ガラガラでね、3席独占できそうな気配がしてるんでちょっと楽しみかな。まあ、5時間7時間ぐらいだという、フライトの時間なんですけど、まあ、せっかくゆっくりできるんでね、少し動画の編集とかしながら、過ごせればいいかなと。寝ちゃうとね、時差ボケがまた日本帰ってからも出ちゃうんで極力時差ボケしないように起きたまま日本の夕方を迎えてそのまま寝るというのがベストかなというふうに思ってます。でなんか穴があるんで落っこちないでねというふうに書かれてますね。これやばいのかな。よいしょ。ああたくさんたくさん他にも穴っぽこが開いてますね。要注意。ディナーはここ国立公園内にあるレストランで、撮りたいと思います。で窓側には綺麗な光景が見えるというナイスビューなレストランですね。